はい、実況させていただいておりますシロックマンです。よろしくお願いいたします。はい、今日はねファンタジーゾーン2ですね、ファミコン版ですけどね、はい、こちらをやっていきたいと思います。こちらはまあサンソフトがね移植してますね。はい、お、これね、これ1より難易度高かったと思うんですよ、2はね。お、これ1のボスが雑魚になってる。これもね1のボスだったやつですね。そう、これワープするんですね。広いんですよ、広くなってんですよね。ファミコン版よりね。あ、ショップがある。あ、1個しか買えない。そうか、700しかないのか。何も買えないな、じゃあ。あー、しまった。おお、助かった。今死んだかと思ったけど、助かった。1700は増えたか。これ買えるな。2回打てるんですよね、これ。これでもうワープしてもいいのかな。ワープしようか。お、増えたな。あー、しまった、やられた。この赤いワープはボスだったと思うんですよね。あと潰してないのがあるってことやな、どっかに。ここにあるんかな。あれ、ないな。どこやろう。入れないよな。どういうこっちゃ、まだ残ってんのか。入れないよな。どういうことやろ。おかしいな。なんでや。あ、ここにあったよ、まだ。広すぎてわけわからんぞ、一面が。今の1個が最後か。これで多分いいよな。もういけると思うねんけど、ボス。よし、ありだ。そうそう、これが一面のボスですね。よし、広かった。はい、倒した。よし。二面ね。
なんかこれ硬くなっとるな、一面より。これがこれで全部壊した。あー、しまった。1000円くらいあるのか。これ残機な、高いな、5000か。これいいな。これレーザーみたいなやつやね、確かな。でしばらくで壊せるんですよね、楽に。あ、また戻った。まあ一時的やけどね、あれね。うわ、これあれやな。これ入れないもん。あ、入れた。あー、なんかおったな、この敵。だるま落としやね。真ん中、あ、一番上だけ。あー、なるほど。いや、あんまり強くなかったな。はあれですね、一作目のファンタジーゾーンの方がいいですよね。ああ、うわ、怖っ。激しくなってる、攻撃がめっちゃ。やばい、怖っ。金も取っといてね、ちゃんと。ショップ、ない、ショップ。ショップはどこだ、ショップは。ショップないのかな、ここは。ワープしないとわかんのかな。おぉ、怖っ。うわぁ、くそ。コンティニューできなかったと思うんですよ。やっぱそうやね。できないな。はい。じゃあ、これで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら、YouTube のチャンネル登録お願いします。